338回トイック公開テスト、難しい単語がめちゃくちゃ散らばってた。研究とかでしか見たことないような単語がね。あとはパート4が今までで多分一番難しかった。共通テストみたいなのがあって、ね、納得いかないのが 2,3 問ありました。さあ始まりました、マッチチャンネルです。さあ受けてきました、338回トイック公開テストになりますね。はい、時差ボケの状況で受験しましたが、まあ、ね、前の時差ボケはね、去年のねニューヨークから帰ってきた次の日に受けたんですけど、まあその時はね念のため午後受験にしておいたんですが、結局5時ぐらいに目が覚めてね、午前受験にしておけばよかったって思ったんです。なんで今回ねロスから戻ってきた時は午前受験にしたんですよ。いやそれが大失敗でしたね。危なかった、午後受験にしておけばよかった。で目が覚めたのがね3時だったんですよ。で3時目覚めてしばらくしてまた寝て、で4時目覚めてだいぶ寝れなくて、で次に目が覚めた時には6時で、で目覚ましは8時台にかけてあったんですけど9時に目覚めました。危ねえ。で目が覚めたのもしかも理由が火災報知器の点検をこうね建物がしてたからなるじゃないですか、火災報知器がバンってなって犬が吠えてたりとかして、それで目が覚めました。目覚まし2回かけてたのに2回とも気づいてない、止めたのもやばって思ったんですが、まあ、恐ろしいですね時差ボケっていうのは。だからすっごいめちゃくちゃです、頭の中眠い状況ですが、まあ今アメリカは前日の夜ですから、今ね今フラフラな状況です。はい、じゃあ行きましょうか。どうだったのか今回のトイックですね。まあ後で受験会場の話はするんですけど、今回は特徴としては難しい単語がめちゃくちゃ散らばってた。多分こんなに難しい単語が散らばってた回は一回もないと思いますね。まあ多分この後ね反省会ありますので、その時にいろいろと話すんじゃないかなと思いますが、いやここまでいろんな難単語があった回はないんじゃないですか。いわゆる本文中とか選択肢とかにね、ここまで難しいのは初めてかな。あの単語とか一度も見たことないと思うんだよね、トイックではね。英検1級とかでしか見たことないような単語がね出てたりしたので、ちょっとびっくりしましたね。あの大喜びみたいなね単語選択肢にいましたよ。であとはパート4が今までで多分一番難しかった。こんなに難しい回は多分ないんじゃないかな。もう1問目からだよね、難しくてえってなった人が多かったと思いますよ。はい、それでは見ていきますね。パート1はまあ一応普通にしておきます。普通にしておくけど6問目が難しかったと思いますね。うん、なんたって難しい表現が C と D 両方だったんで、これ知らない人はまあどっちもトイックに出たことあるんで、だから何回もトイック受けてる人だったら解ける。でも初めて受ける人とか全然トイックよく知らないよ、トイック出てくる表現知らないよっていう人にとってはかなり難しいパート1も、まあ、やっぱパート1が難化したね最近ね、ここ1年ぐらいで一番難化してるところだとは思いますね。はい、続いてパート2、まあ普通かややなんとしておきます。トイックを何度も受けてる人にとっては普通ですけど、やっぱりトイック慣れてないっていう人にとっては変化球がいっぱい出てきますから、やっぱそれがね、え、これ正解なくねどれもって思うのが、ただ今回引っ掛けが優しかったね、マジでって思うような問題のとこも明らかにおかしかったんで、消去法をちゃんと使えば解けるかなと思います。続いてパート3、まあこれ普通じゃないかな。1問さ、もう共通テストみたいなのあったよね、グラフィック選ぶ問題条件をこう絞っていって正解を選ぶみたいなんで、めちゃめちゃ共通テストの絵の問題みたいな感じでしたね。まあでも普通かな。でパート4が災難ですね、今までの。やっぱり場面が難しい、こんな場面わかんないでしょっていうのが3問かな。3セットですよ、3セットも出てくる、10セット中3セットが超むずい状況。いやこれ浮かばないよ頭の中に、多分多くの人はね。いやー難しかった、特に工場のやつとかね、あれはむずいでしょう。どういう状況だったか皆さん分かってますあれ。はい、続いてパート5はまあややなんですね。やっぱ難しい語彙問題が出てるって感じかな。あと1個面白いなと思ったのが、完全に文脈使わないとわからない、まあ多くの人が、あ、これかなって思ってね選んじゃう、形で選んじゃって×っていうのが1個あったね。あれはきちんと本当に意味をちゃんと取らないと解けない問題でしたね。あとやっぱ、まあ、文法もちょっとややこしいのあったよね、語文系のやつとかちょっと大変だったかなと思いますね。あの問題はなかなか解けないとか、あとは就職部のね形とかっていうのもちょっと難しかったね。やっぱ文構造大事ですね、きちんと文構造を取れるようになってなきゃいけないっていうのが最近のやっぱりパート5の特徴だよね。あ、
そうか、パート5要素の分離も出てましたね。そう、かなり離れて就職してるっていうね。だ、就職部分が分かってないと正解をきちんと選べないみたいなのもあったな。はい、続いてパート6は、まあややなんかな、まあ普通って人もいるかもしれないですけど、1も納得がいかないです。まあこれなんだろうなって思ったけど、普通は言わないでしょうって思った。そうじゃなくてこういう形で言うよね。だから受験の英文とかでは出てくるんですよ。英文では出てくるんだけど、英作文ではやるなって僕が教えるやつなんですね。ややこしいから、意味が。で、まさにそうだったんですよ。意味がややこしい。こう解釈しないとこれ意味成り立たないよねみたいなんで納得がいかなかったな。続いてパース7、これなんもうむずい。はい、非常にやっぱ推測問題が難しかったね。照らし合わせはいけたけど、推測するやつがいやーこれも言えんじゃないのっていうのが2問かな。納得いかないのが 2,3 問ありました。まあこれだろうけどさ、これもダメなのみたいなさ、推測したらそれだって言えるかもしんないでしょうっていうのが、ちょっと多かったな。で、まあ最後の10問ね、いつもね、一番多いのはどれでした？多分 C だと思う。多分 C なんだけどな。1個納得いってないんで、これ納得が4つあったんですけど、C が。でも納得いってないんですよ、1個がね。もしかしたらそれがずれるかもしれない。その次に多かったのは B。で、次が D。一番少なかったのが A ですね。はい。という感じかな。なんか、パート5はね、難しい問題になんか A が来てたな。結構来てるなって思いましたね。はい。あとはパート4か3でさ、B が4回並ぶのあったよね。ここで4つ来るんだって思ったのもちょっとね。驚いたかな。はい、そんな感じでした。どうでした皆さん、受けた方お知らせください。いや、今回の受験はね、まあメインの人がいるんですけど、試験官ってね、そのメインの試験官が全然ダメでボロボロでね、そのサブについてる人がこう見回りとかでね、はい、名前書いてないですよとか、あーこれ紙出っ放しですよとか、そうそう、紙出しちゃいけないのに、そのメインの人がね、このチェックする人だったんだけど、後ろの人さ、トイレ行っててさ、チェックの時、身分証チェックの時いなかったんですよ。だから後で身分証チェックしてたからね、もう問題配った時にチェックしてて、でまたこの人ね、同じ部屋にいた人だったら分かると思うけど、めっちゃ独り言言うの。ずっと独り言で二日酔いだとかって言ってんのさ、もうやべえって思って、これ受験がやばいことになるんじゃないのと思ってさ、邪魔されちゃうんじゃないのと思ったけど、まあリスニングの時は大丈夫ですよ。リーディングの時は言ってましたよ、ブツ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 。そんな独り言を言う癖のある人ってさ、気づかないと思うんで、リーディング中はブツブツ言ってたけど、まあまあでも集中はできたんで、なんとかなったかなと思いますね。ちょっと左後ろの人、ずっとじゃないけど、もう何回も何回も舌打ちしててね、ああ大変なんだろうなって思いましたけどね。で、時間としては5分ぐらいかな、余ったのは10何分余ってたんですけど、最初ね、やっぱ納得のいかない問題がいくつも出てきて、最終的には5分ぐらいでパート5、6全部見直したって感じかな。ただね、時計とその試験官の時計がだいぶ違ってて、部屋にある時計が遅れてたんですよ。だから自分として、ああもう7分余ってるじゃん余裕、7分じゃない、8分かな、8分余ってるじゃん余裕じゃんって思ったら、もう途中で試験終了ですってなったから、え、なんだ、もっといろいろ見直したいとこまだあったのにって思ったんですけど、はい、そんな感じの受験でございました。はい、受けた皆様お疲れ様でございました。いやーむずいね、最近のトイック。いや、まあこんなにもいろんな単語出てくんだなって感じですね。なるほど、またちょっと単語対策が必要かなとも思ってきましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。